はい、こんにちは。安田キュッサです。今日はですね、家計簿と損益計算書、あなたは社長であるという話をします。この動画を見ればわかることはですね、家計簿が実際に企業ではどのように使われているのかがわかります。では行きましょう。ではですね、今回もまずは質問です。今回はですね、家計簿とですね、企業にどのような関係があるか、それについて話をします。つまりですね、もっと言うと、家計簿はですね、実は企業でも使われているんです。では質問なんですけれど、家計簿はですね、実際に企業ではどのように使われているのでしょうか。今回はですね、これを考えてから動画をご覧になってみてください。では、行きましょう。では家計簿とは何でしょうか。あなたがですね、お金を予算通り使えたかどうかのですね、成績表でしたよね。ですから繰り返しになりますが、あなたがですね、お金を予算通り使えたかチェックをするもの、それこそがですね、家計簿っていう話をしましたよね。でもですね、実際にですね、企業でも家計簿は使われているんですね。ではですね、企業の家計簿とは何でしょうか。それはですね、聞いたことあると思うんですけれど、損益計算書、通称 PL というものなんですね。なぜ PL と呼ばれているのかというと、損益計算書をですね、英語で言うと、プロフィット&ロスステートメントっていうんですね。ですから、それの頭文字を取って PL と言います。じゃあですね、企業がしっかりお金をですね、使えたかの成績表になっているのでしょうか。実はですね、この損益計算書もですね、企業の成績表になっているんですね。例えばなんですけど、株式会社ではですね、株主はですね、この企業がですね、どんな風にですね、お金を使って利益を上げたのかを知りたいんですね。そして、良い会社ならですね、株を買おうとかですね、投資をしようって決めているわけなんです。ということは、この損益計算書がですね、実は会社の良し悪しを見分ける情報の一つ、成績表の一つになっているんですね。じゃあ本当に成績表になっているのでしょうか。いきなりですね、ちょっとそれを考えるのは難しいと思うので、まずはですね、簡単な例から見てみるとしましょう。例えばですね、簡単な例として、お医者様のですね、ちょっと例を見てみましょう。あなたがですね、調子悪かった時に、お医者様はですね、どのようにしてですね、あなたがですね、病気かどうかを判断するのでしょうか。次のようなですね、質問をして病気かどうかを判断すると思います。例えばですね、いつから調子が悪いですかって聞きますよね。それはですね、ここ最近のあなたの症状はどうですかって意味が込められています。またですね、今も熱がありますかということも聞いてですね、体温を測ったりしますよね。つまり今の症状を教えてくださいと言います。つまりですね、医者はですね、ここ最近のことでですね、そして今この瞬間のですね、症状を聞いてどのような病気なのかとかですね、判断しているんですね。実はですね、株主も同じなんですね。株主はですね、どのように会社の良し悪しを判断しているのかというと、この損益計算書でですね、利益が出ているかどうかを見ているんですね。そして今この瞬間、会社が調子いいか悪いかっていうものはですね、この貸借対照表というもので見ているんですね。貸借対照表はですね、今回では触れないんですけれど、簡単に言うとですね、この会社がですね、借金まみれかどうなのかとかですね、今この瞬間のですね、財務状況を判断するものなんですね。じゃあですね、あなた自身もあなた自身の生活がですね、健康かどうかっていうものを判断することができるんですね。実はそれが家計簿なんですね。この企業がですね、損益計算書を出しているようにですね、あなた自身も生活がですね、しっかりしているかどうか、この家計簿でですね、見ることができるんですね。そしてあなたがですね、今この瞬間貯金がどれくらいあって借金がどれくらいあるのかとかですね、そういうものを見るとですね、判断できますよね。ですからあなた自身の生活の健康を判断するためにもですね、ぜひこれからですね、家計簿をつけてほしいと思います。ということはあなたはですね、実は社長なんですね。なぜ社長なのかというと、あなた自身の生活をですね、これから支えていくのがあなただからなんですね。あなたはですね、生活の予算を組まなきゃいけないですよね。そしてその生活はですね、企業でいう経営なんです。
そしてあなたはですね、予算通り生活をできたのか、それをですね、振り返る必要もありますよね。そのですね、振り返りをですね、するためのものがですね、家計簿なんです。その家計簿はですね、企業でいう損益計算書なんですね。ですから、あなたは社長なんです。あなたに考えてほしいことはですね、もしあなたの会社の社長がですね、全く適当に予算を組んで、全くですね、こういう損益計算書などをですね、財務諸表を書かなかったらどうでしょうか。それはですね、そんな会社ものすごく不安になりますよね。で、実はですね、家計簿をつけてない方っていうものは、そういうですね、適当な社長と同じなんですね。ですから、あなたはですね、あなた自身の生活を考える社長なんだ。そして、その生活をですね、しっかりうまくできているかどうかを見るためのものがですね、家計簿なんだっていうことをですね、このですね、動画でですね、考えてほしいと思います。今からでいいのでですね、ぜひ家計簿をつけることを考えてみてはどうでしょうか。はい、では最後までご覧になっていただき、本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、YouTube チャンネル登録といいねボタンを押していただけると嬉しいです。また、公式ホームページではいろいろなお金の情報を載せています。よろしければ動画説明文のリンクから公式ホームページをチェックしてみてください。最後までご覧になっていただき、本当にありがとうございました。